まあ、日本っていうのはまあ素晴らしかったわけですね。その素晴らしい原因っていうのが、自然をよく観察した、まあ、自然をよく観察できるような自然だったとも言えるんですけど、まあ日本人のまあ優秀さと日本の自然が非常に良かったっていうことの2つが相まってですね、素晴らしい考えを生んだわけですよ。それはその日本列島は日本人のものである、支配者のものでもなく天皇陛下のものでもなく、日本っていうのは日本人のものであると。それからさらに進んでですね、実はその日本列島っていうのは日本人から見ると人間のものだけではなかったんですね、だからそれはまあ神様として拝んだんだけれども、動物のものであり植物のものであり川のものであり海のものであり山のものだったんですよね。まあだけどそっちの方は山の神様とか海の神様とか狼の神様っていう形で敬ったんですけど、差別感はなかったんですよ。つまり人間よりか狼が下だとか上だとかですね、そういう概念はなかったんですね。もちろん無機物もそうで、裁縫に使う針とかですね、それから農具とか、今で言えば自動車、愛車ですよ。愛車っていうのはもう本当に自分と一体なんですよね。っていうか、愛車のバンパーまで可愛がっちゃうんですよね。日本だけですよ、世界で。日本人はなんちゅうことなんだ。バンパーに傷つけられただけで文句言うけども、バンパーってのはもともと傷つけるためにあるんだ。いや、違うんですよ。それはヨーロッパの下手な考え方なんですよ。日本はですね、すべてやっぱり物も人も動物も植物も全部が魂があり、それぞれのまあなんていうんですか、権利っていうんですかね、まあ権利っていうとこれはヨーロッパ的になっちゃうんですけど、そういうことなんですね。だからまあ本当に素晴らしいその社会で、まあ朝顔にもらい鶴瓶取られてもらい水なんていうのはですね、朝顔に人格を認め、人格っていうのなんていうんですかね、そういうのそのそういう生存権っていうかね、それを認めてるわけですよ。まあ、こんな文化っていうのはやっぱりないんですよね、日本しか。日本しかないので、もっと愚劣な文化、つまりヨーロッパの文化の方が本当の文化だと思ってるわけですよ、中国とかですね。だから日本人が日本よりヨーロッパや中国の方が優れてると思ってるわけですよ。社会体制にしろ、お金にしろ、家庭にしろ、男女にしろ、人生哲学にしろですね。まあ人生哲学でも、まあ確かにソクラテス、プラトン、アリストテレスというのはギリシャの哲学者、偉いってことは偉いんですけどね、彼らはやっぱり自分たちが住むギリシャ社会というのは多めに見ても市民が 10%、奴隷が 90% ですからね。そういう社会を認めて生活したわけですよ。これはヨーロッパの哲学もそうですね。ヨーロッパの音楽、まあ素晴らしいんですけどね、実は絵画、哲学、文、小説、みんないいんですけども、実はアジア、アフリカの人たちを残虐な行為をしてですね、しかも国内は王公貴族と市民に分けて、それでああいった文学、哲学、素晴らしい芸術っていうのは実は世界のほとんどの人をまあ奴隷のように扱って、ごくごく上積みでやってたわけですから、それ自身は私は血塗られてるんじゃないかと思うんですね。じゃあ日本みたいに素晴らしい考えが出たところなのに、残念ながら日本人が日本の素晴らしさを認めないのはなぜか、その理由はですね、まず第一にやっぱり無知だと思うんですね。私もそうだったんですよ。私も、学校出てしばらくはですね、それこそ32ぐらいまではやっぱりヨーロッパがいい、それから漢字とか文化は中国から来たと思ってたんですよ。実は違うんですけどね。だからそれは無知なんですよ。無知ってことはどういうことかって言ったら、日本では日本文化を習うチャンスが学校ではほとんど皆無なんですよ。第一にそういう教育計画がないってことですね。第二に学校の先生方が日本文化について知らないってことなんですよ。だからまず体系化されてないと人に教えられませんからね。だから体系化してなきゃいけない。
それを先生が知ってなきゃいけないわけですね。ところが、まあ、僕の友人なんかほとんど全部そうなんですけども、戦後の教育受けて反日教育受けてるわけですね。で、学校出るとそれぞれ専門になっちゃうんですよ。例えばビジネスマン、技術者みたいになっちゃいますから。それからですね、あえてまた日本文化を勉強するなんていうチャンスがないんですね。それが一つ。それからやっぱり戦後の反日教育ですね。まあ、反日教育を GHQ がやったのは私はしょうがない。まあ、戦争した敵国ですからね。しかしそれを未だにですね、継承している NHK 朝日新聞、毎日新聞。まあ、ここら辺ですね。しかしまあ、私に言わせりゃ右寄りだと言われる読売新聞や、それからあれですね、日経新聞ですらですね、やっぱりヨーロッパなんですよ。だから私たちは2つの面で大きく遅れてる、間違ってるんです。一つは日本文化というものを体系化しなかったわけですね。まあ本居宣長とかいろいろいますけども、きちっとした体系化がされてないままに明治に入ったと。そうすると明治に入ったらレベルは日本よりか低かったんだけども、体系化されてる文化っていうのが入ってきたわけですね。それがギリシャでありローマであり、まあ、中世ヨーロッパは大したことなかったけども近代ヨーロッパであり、かつ古代中国だったわけですね。だからそれの体系化された学問に、まあ、日本がやられちゃったってことですね。特に私まあ東大にいてですね、それから東大の先生なんかとか友達なんかも多いんですが、彼らはねやっぱり限界があるんですよ。東大教授の限界っていうのはですね、あんまり勉強しないんですね。まあ、頭がいいのである程度勉強すると人の上に立てるんですよ。そうするとヨーロッパに留学してですね、ドイツ語英語なんかも語学も達者ですからね、それでやるとそこでもう自分の居城みたいのができちゃうんですね。それが本当かどうかなんていうことを疑うっていう人はまずいないんです。ですから日本の文化っていう体系化されてないものを自分で学ぶ能力のある、まあ、日本の学者っていうといないじゃないんですけどね、いないじゃないんですが極めて少数派なんですね。それからヨーロッパ文化、昔だったら中国文化、現在だったらヨーロッパ文化っていうのは金儲けに役立つんですよ。社会的地位を作るとか。日本の文化の方が本当に奥深いんですけど、その奥深いがゆえにですね、あまり社会的に役立つだけではない。つまり人格を作ったりするわけですね。それは日本の方が人格高いですよ。だって多くの人たちを奴隷にしたって平気な文化と、やっぱり日本の文化ですね。僕はここで言いましたけど、東アジアに日本のサラリーマンの夫婦が行くと、まあ、必ずメイドをつけてくれる。だけど奥さんは便所掃除から何から全部やっちゃうんですよ。いや私がやりますから。これが日本文化そのものなんですね。自分が汚したものは自分で片付けますって、そういうことなんですよね。ですから素晴らしい文化なんですけども、じゃあ他のヨーロッパ人はとか中国人はどうかって、まあ中国人なんか特にひどいですけど、最近東南アジアでもうインドネシア人とかフィリピン人とかも顎で使ってるわけですよ。自分が金があるからって言うんでですね、ヨーロッパ人もまあ力の暴力でやったわけですね。それで私はね、実はそのこの科学から見た日本っていうのをずっとシリーズでやろうとしてるのは、実はもし日本人が日本の素晴らしさを認めれば、日本が一番進んでるので、日本はこれからも繁栄すると思うんですよ。日本が繁栄するってことはいいことなんですね。どうしていいことかっていうと、日本は差別意識ないから、だから他人に迷惑かけないんですよ。それから日本はね、まあこの前の戦争前後は外圧があって、まあ、その反発ですね、作用反作用の法則で外に一回出ちゃったんですけども、歴史的にはですね、日本がものすごく優れてる時も強い時も外に出てないんですよ。一番極端なのが戦国時代ですね。豊臣秀吉がちょっとあるだけで、日本は実はフィリピンも占領しなかった。インドネシアも占領しなかった。もちろん中国とか朝鮮なんかもまあちょっとだけ占領しようかなってしましたけど、大したことなかった。
シベリアの方にも行かなかったんですね。これはやっぱり日本の思想によるんですね。これはまあその当時の1600年ぐらいのヨーロッパったらもう世界中に出てったわけですから、で鉄砲の数ったら日本のが多くて、でヨーロッパも日本だけは入ってこれなかったわけですね。ですから長崎に出島なんか作っちゃってで抑え込まれちゃったわけですね。ヨーロッパが日本に抑え込まれちゃった。そんなに強くても、つまり全世界を支配したヨーロッパよりか日本が強かったんだけど、軍事的にですよ、それでも日本はたやすく占領できる。フィリピンとかインドネシアとかベトナムとか中国もその頃は割合たやすいですよ。まあ、民がいる頃はちょっと強かったですけどね。だけど台湾なんかも無人でしたんですから、いくらでも取れるんですけど、取ろうという意思を持ってなかったわけですね。そこで私はですね、この現在の日本人は日本の素晴らしさをとにかく勉強してですね、体系化して、それを家族とか夫婦とか商法、つまり会社ですね、それから待遇、年功序列、年功序列はダメだなんていう人がいるんですけども、これは非常に日本文化奥深いんですね。つまり能力のある人間が偉いのか、つまり偉い人間を待遇せないかんです。じゃあ偉い基準は何かっていうと、能力がなんか金儲けの能力があるってわけじゃないんですね。年齢が取ってるってことは大切なことなんですよ。先輩ですから。それからその会社に長くいるっていうのも大切なんですよ。それから能力も大切なんですね。人柄も大切なんです。だからまあ人格、順序から言ったら人格、能力、それからそうですね、年齢、それから会社の在籍数、年齢ぐらいでしょうね。そうするとそれを全部ひっくるめたものってのはやっぱり年功序列的賃金体系なんですよ。なヨーロッパとかアメリカの言うですね、能力のあるものが給料高い方がいい、そんなことはですね、まあ日本のこの素晴らしい文化から見るとちょっと考えが浅いんじゃないですかっていう感じですね。何はともあれ日本人が日本の素晴らしさを認めなきゃいけない、それがまず第一歩だというのを私が思いますが、まあ、NHK 朝日新聞毎日新聞という強敵がいるんでね、もうちょっと僕は NHK 朝日新聞毎日新聞の中の人がですね、お互いにいやそうかもしれないなって考えてほしいなと思いますけどね。日本にいて日本にのおかげで育ったり生活して日本に恩があるんですからね、その人たちが日本の素晴らしさを認めないというのは大いに問題ですよ。それは